は。こんにちは。こちらってどんなお店なんですか？もともとお米屋さんから始まって、平成12年ぐらいから、まあ、おにぎり屋を始めまして、おすすめは、まあ、こういう春の、まあ、タケノコおにぎりだったり、この鮭枝豆おにぎりだったりっていうのがありまして、まあ、ちょっとうちの新商品で山菜おこわと麻婆風おこわと2種類用意させていただきました。今日は山菜おこわをいただこうかと思います。はい、よろしくお願いします。見てください、山菜にゼンマイ、旬の春のものが詰まってます。うん、やっぱ旬だからね。麻婆おこわはちょっと食べれなかったんですけど、はい、どんな味なんですか、麻婆おこわは。いや、本当にあの中華 の、 あの、まあ、職人が、まあ、本当にあのいろいろ試行錯誤をやって、まあ、本当 の、 あの本場の麻婆風なおこわとなっておりまして、和だけではなくて、これから、まあ、中華とか洋とか、まあ、いろいろ混ぜ合わせてやっていければなとは思っております。